ああ、ごめん。ついあの子を探すことばかり考えてしまう。焦りが顔に出てしまうのは悪い癖だな。これは息抜きというものなのか？慣れないな。なんだかそわそわしてしまう。よく怒っているのかと聞かれるが、そんなに恐ろしそうに見えるか？怒っているつもりは全くないのだが、人付き合いがあまり得意じゃないからよくわからないのだが、今から君と私とで何を始めるんだ？昔から花冠を作るのが得意なんだ。あの子が小さかった頃よく一緒に作っていた。私らしくないとは言わないんだな。黄色はお気に入りの色なんだ。君は満開のひまわり畑を見たことはあるかな？まるで黄色のカーペットみたいですごく綺麗なんだ。毒性のある花は紫色をしていることが多い。自然と共にあるエルフにとっては警戒する色として考えてしまいがちだ。雨が降るとき匂いでわかることがある。雨雲が見えるよりももっと早い段階でな。自然の中で培われた習性だろうな。エルフは動物たちに好かれることが多くてな。私が黙って座っていると小鳥たちが、あ、逃げた。おかしいな。いつも着用しているフードは顔を隠すためだけのものじゃない。日差しや砂ぼこりを防ぐのにも役に立つぞ。以前見かけたことがあるんだが、カップル向けにサービスをするカフェがあるらしいね。少しだけ気になっている。実を言うと、こんなに長く誰かと話すことはかなり久しぶりで、もしかしたら私は少し緊張というものをしているのかもしれない。いつもあの子のことを考えてる。とても可愛い子だったんだ。早く会ってこの手に抱きしめたい。何を考えているんだ？私は人を顔色で察するのが苦手なんだ。言いたいことは素直に言ってくれると嬉しい。シドは自分のことをあまり語らないな。そういうところは私に似ているのかもしれない。でもできればもっと君を知りたいな。君といると少し落ち着く。エルフの匂いがするからだろうか。もう少し近づいてもいいかな？君は気配の調整が嫌にうまいな。今はそうだな、街中にうまく溶け込みつつ有事にはすぐ動けるようにしているといったところか。手にはその人の苦労や経験が現れるんだ。君の手からは洗練された努力と野心を感じるね。今よりもっと強くなるよ。以前アイリスが騎士団員と模擬戦で戦っている姿を見たことがあるが、彼女の剣はいい。これからもまだ伸びると思う。この後防具店に立ち寄ろうかと思ってるが、え、君も来るのか？私の防具姿を見ても面白くないと思うぞ。デートには普段と違う服装が必須だと言われたものの、結局この格好になってしまった。もしかして何か期待されていただろうか。
どこかに食事にでも行くか。確か通りの向こうにサラダサンドを売りにしたカフェがあったはずだ。私も時々食べに行ってる。君はやけに口数が少ないな。私も人のことを言えたぎりではないか。話したくなったら話せばいい。お気に入りというほどでもないが、ここに座って辺りを眺めることが多くてな。人探しの癖なのかもしれないね。親しい男女は座る時もぴったりと体を寄せるそうだな。私たちの距離はどの程度がちょうどいい？もっと詰めるべきか？